上学、上学は仕返しは動かないとなってます。上学も下学も準自在です、前に出すことも下学も前も後ろもどっちもどっちも回転も全部準自在に、これがお皿はハンドルみたいになってます。どんな方向でもできます。しゃくり上げもできるし、どんな方向でも思いのまま準自在に顎は変化します。そうなってますから、そういう障害があればその方向に動きますっていうことですよ。どうでしょうか。まだ半分ですよ。上顎自在、歯科では上顎は動かないってなってますよね。上顎が動くとどうなるか見てくださいね。上顎が、これを引っ込みます。今度は、引っ込みますから見てくださいね。こうですよ。もうすでに噛み合わせはちょっと違いますけど、そうすると科学が出たんじゃないかというふうにまたみんな考えるわけですけど、よく上顎見せてほしいですね。ほうれい線あたりが、横から見ると顔が上顎が感覚は自由自在ですから何でもなりますけども、今は上顎が下顎は普通にして上顎はどうですか。どうです。少し潰れた。わかります、で手を離すとわかります。瞬間にパッと前に出ますから、この辺あたり、よく斜めあたりから見るとわかります。上顎がポンと動きますから、今明らかに顔わかります。この顔ですから、動きました。これは上顎ですね。上顎も前も後ろも自由自在に何度でもなります。だから上顎が引っ込んだ理由があるわけですよ。それを見つけて解消すると勝手に出るんです。